先日、当チャンネルでは日本の歴史の有名人聖徳太子にまつわる謎についてご紹介しました。前回は聖徳太子は暗殺された、藤原氏が聖徳太子という存在を捏造したといった説について考察しましたが、聖徳太子には今のイラク付近にあたるアッシリアで囚われの身になっていたイスラエルの実子族の末裔、つまりペルシャ人ではないかという説もあります。今回は聖徳太子第2弾として古代ペルシャ、イスラエル、ハタウジなどのキーワードとともに、前回とは異なる視点で聖徳太子の正体に迫りたいと思います。聖徳太子のルーツが西洋にあるのではないかという根拠は実は至るところで見られるのです。それでは早速一つ一つ見ていきましょう。古代ペルシャには世界最古の宗教と言われているゾロアスター教を中心に、文化交流による様々な宗教が存在していました。ゾロアスター教では火や水、空気、土などが神聖なものとされています。イランに残るゾロアスター教の神殿は必ず川や海、湖など水の近くに建てられていますが、聖徳太子と関係のある場所も水に関係していることが多いのです。飛鳥時代、奈良県には政治、経済、文化において日本の中心地として栄えた飛鳥教という古代都市があったとされています。全体像を明らかにするような考古学的成果は上がっていないものの、諸天皇の宮殿が置かれていたと考えられており、聖徳太子のゆかりの地ともなっています。飛鳥教には噴水とみられる石像が残っており、水落ち遺跡の地下には水を引く銅管があるといいます。飛鳥教は豊富な水を備えた水の都でした。これはゾロアスター教の国、ササン朝ペルシャの首都ペルセポリスと似ています。乾燥地帯のペルシャでは地下に給水システムが作られており、水の技術も発展していたのです。593年に聖徳太子によって建立された四天王寺も、もともとは海の近くだったと言われています。また奈良からは少し離れてしまいますが、水のそばに建てられた寺社といえば広島県の厳島神社が浮かびますよね。今は秘仏とされていますが、もともとこの厳島神社には弁財天が祀られていました。弁財天は女性の仏、そのルーツはゾロアスター教の海の女神アナーヒターであると言われています。今の社殿の形は平清盛によって建てられたものですが、お宮自体が建てられたのは聖徳太子の時代。さらに厳島神社に伝わる武学は、平清盛が四天王寺から伝えたものと言われています。この奇妙なつながりは一体何なのでしょうか。聖徳太子が信仰していたのは水以外にもあるようです。古代シュメール、エジプトにはシリウス信仰というものがありました。シリウスといえば大犬座に属する恒星で、太陽を除けば地球上から見える最も明るい星です。そのシリウス信仰を宗教として確立させたのがミトラ教でした。古代ペルシャの暦では冬至の日が大晦日とされていました。冬至という時期は太陽と同等の存在とされた神が生まれ変わり、再び力を得る時期とされていたのです。そして新年を迎える時、正面にシリウスが見える北北西20度の角度を西方位としていました。先日のペルセポリス宮殿はこの角度で建てられています。それと聖徳太子の何が関係あるのと思ってしまいますが、実は聖徳太子が住んでいたと言われている斑鳩の宮や、聖徳太子が通っていたと言われている太子道も
ちょうど北北西20度の向きになっているのです。シリウス信仰である聖徳太子がちょうど正面にシリウスを拝むことができるように建設したのでしょうか。聖徳太子は574年に生まれ、本名を馬宿の王子と言い、馬小屋の前で生まれたためにこの名前が付けられたと言われています。聖徳太子の出生についてこんな逸話があります。聖徳太子の母である穴ほべの橋人の姫巫女の前に、西方の久世観音菩薩と名乗る全身が金色に輝く僧が現れ、私には世を救いたいという願があると言い、巫女の口から体内へと入っていきました。彼女は身ごもり、8ヶ月の時にはお腹の中から声を出し、1年後の1月1日には馬宿の前で陣痛もないまま突然子を産み落としました。赤子は小さな小豆ほどの大きさのぶっしゃりを握りしめていました。これが聖徳太子の誕生とされています。とても伝説めいた話で驚いてしまいますが、これとよく似た話が西洋にも存在します。それはイエス・キリストの誕生の話です。キリストの誕生も馬小屋の前で生まれ、マリアが聖霊によってキリストを妊娠したことを天使ガブリエルが告げたという受胎告知によるものです。キリストは紀元前2年頃、聖徳太子は574年に生まれているので時代は全く異なるのですが、こんなにも話が似ていると何らかの接点があったという可能性も出てきます。偽書であるとされている竹内文書には、キリストはゴルゴダの丘で処刑されずに日本に渡来しており、青森県にある墓こそがキリストの墓であるという内容があります。またキリストの生涯には空白の17年間と呼ばれる謎の期間が存在し、その間キリストは仏教僧となって修行していたという説もあります。さらにササン朝ペルシャにはすでにネストリウス派キリスト教が入っていました。キリストの知識を持っていても不思議ではないのかもしれません。どのような経緯なのかはわからないにしても、聖徳太子の出生エピソードにキリストが関わっている可能性はありそうですね。旗氏とは大陸から海を越え古代日本にやってきたと言われている19万人の大集団です。旗氏は柚月の国というシルクロード沿い、現在のカザフスタン付近の国からやってきたと言われています。中心人物だったと言われている旗の川勝は聖徳太子のブレーンとして政治経済にも大きな影響を与えました。旗氏は日本にやってきた後、養蚕や旗織、酒造も手掛け、様々な文化や芸術を日本にもたらしました。その絶大なる経済力を背景に多くの寺院を建立したとも言われています。平安京や伊勢神宮、伏見稲荷大社などの有名な建造物にも旗氏が関わっていると言われています。聖徳太子から授かった弥勒菩薩を安置するために建てられた法隆寺もその一つです。法隆寺が建てられている太秦の地名にも旗氏の名が残っていますね。旗氏には秦の始皇帝の子孫説や古代イスラエル人の末裔説など多くの謎が残っているのですが、旗氏が建てたとされている寺院には古代イスラエルやペルシャの痕跡が多く見られています。まず法隆寺の十全会と古代イスラエルのモーセの立法はよく似ています。またこの島神社をはじめとする旗氏が創建した寺院にはネストリウス派キリスト教の影響が見られるのです。旗の川勝のゆかりの地と言われている赤穂の大酒神社には旗氏の風貌を表したと言われている1300年前の舞楽面もあります。それはとても鼻が高くて目が大きい日本人とは思えない顔をしています。そして、
これはこのお面とよく似た顔をしているとある人物の肖像画ですが、これは聖徳太子のいとことされている八子の王子の肖像画なのです。口述しますが、聖徳太子の母親もペルシャ人だったのではないかと言われており、このことからも聖徳太子自身も旗氏ペルシャ人だったのではないかと言われているのです。前回よく知られている聖徳太子の肖像画は死後に描かれたもので、聖徳太子を表したという根拠はないと説明しましたが、ペルシャ人であることを隠すために偽作されたのではないかとも言われています。旗氏に関してはまた後日改めてご紹介しますね。飛鳥寺は600年頃に建立された日本で初めての仏教寺院であると言われています。その建立に関わった多くの職人の名前が日本書紀に記されているのですが、その名前がペルシャ語で読み解けてしまうと言います。例えば寺工として名前が挙がっているタラミタやモンケコシ、とても不思議な名前ですが、ペルシャ語に置き換えるとタラミタは寺の匠、総監督のような意味、モンケコシのモンケはのみ、コシは定規を意味しており、つまり大工道具のことを指しているのだと言います。飛鳥寺の造営に関して百済から技術者たちが渡来したことは広く知られていますが、実はこれらの技術者たちの多くは百済ではなく、遥かペルシャからやってきていたということがわかります。また聖徳太子の母親である穴ほべの橋人の姫巫女ですが、当時ペルシャ人を橋人と呼んだそうです。広隆寺が建立された頃、唐ではネストリウス派キリスト教の布教が活発になっており、その寺院は当初橋寺と呼ばれたそうです。似ている言葉はまだあります。先ほどご紹介した広隆寺のある渦政という地名ですが、どうして渦政と呼ぶのか不思議ではありませんか。渦政はヘブライ語で訳すと光の賜物という意味になるのだそうです。また京都の祇園祭りも旗氏が疫病を鎮めるために始めたものとされているのですが、ペルシャ語には魂を表すギアーンという言葉があり、これが祇園祭りの由来になっているのではないかという説もあります。確かに祇園祭りで使われる出汁のタペストリーは旧約聖書やペルシャっぽい雰囲気がありますよね。いかがでしたか。日本の歴史の有名人である聖徳太子ですが、まさか日本から遠く離れたイスラエルやペルシャとつながりがあるなんて驚きですよね。どれが本当なのかは現代の私たちには知る由がありませんが、可能性がある以上いろいろと考察するのも面白いですよね。今後聖徳太子という存在を明らかにする新たな発見はあるのでしょうか。